シラスの置き付けの写真シラスの置き付けは、神奈川県湘南地方で漁獲されるシラスによる加工食品。神奈川県シラス、船引きも漁業連絡協議会所属のシラス漁師が製造を販売している。生シラスを沖合の漁船場で醤油、酒、みりんを煮立てた特製タレに漬けて生産される。2011年に考案された。 女性が開発に関わった商品やサービスに与えられる神奈川なデシコブランドに認定されている。鎌倉出身の料理研究家、矢野吹子が2011年4月放映のテレビ朝日の食育をテーマとした学び合いの取材の裏方として同席した時に考え出したもの。当時のプロデューサーに生しらすは漁獲した当日しか日持ちのしない。 地元民だけの食べ物なので生しらすを朝ごはんのシーンにしてほしいと依頼を受けた矢野は生しらすを日持ちさせ全国に広めたいと考えた。本人は神奈川なでしこブランドの認定式で神奈川県の黒岩雄二知事とのトークショーの際、中学生の時、当時日経流通新聞の編集長だった父が富山県から持ち帰ったホタル一家の置き付けをヒントに シラスの置き付けを思いついたと語っている。このシラスの置き付けは、鎌倉のシラス漁師、モンザマルの前田恵さんの協力で生まれた。生シラスは漁獲された直後に氷で締められる。開発段階では、陸に持ち帰った生シラスをタレにつけていたため、なかなか思うような味や日持ちが得られず苦労した。しかし、矢野が前田にタレを託し、取れたての生きたシラスを、沖の戦場で、 即座にタレにつけることにより、一気に商品化への道が開けた。矢野は、前田さんの前向き、何でもやってやろうの精神がなければ決して、商品化できなかったと語っている。しかし商品が完成して間もない2011年1月、前田は脳梗塞で倒れ、2012年に56歳で、急性した。矢野は亡き共同開発者の意思を受け継ぎ、 当初の置き付けの作法を伝えることに専念している。タレは、矢野が薬剤師の友人に、高塩預金の腸炎ビブリオが繁殖しない塩分濃度、糖分濃度を算出してもらい、それをもとに何度もタレを作り、前田にシラスの置き付けを作ってもらうことを繰り返し、開発をした。科学的根拠に基づいた、このタレは、神奈川県シラス協議会の公認のものとなっている。 神奈川県のシラス漁は一隻の船で網を引く一層引きであるため、各漁師が十数分の間にシラスを漁獲をする。そのため、透明なシラスを生きたままタレにつけることができる。他県のシラス漁の多くは二隻の船で網を引く二層引きが一般的であるため、漁獲に時間がかかり、シラスが生きたまま漁獲されることが少ない。シラスの置き付けは、 神奈川県のシラス漁に最も無く商品であると言える。戦場で生産を行うのは、保存用の水、氷から水分を吸収しないことで鮮度を保つこと、およびタレがシラスに浸透して食味が向上することが理由とされる。このシラスの置き付けを商品化するにあたり前田めぐみさんは、矢野吹子にタレの製造を依頼し、今では神奈川県シラス協議会の十数の網元が、 正規のタレで、シラスの置き付けを製造している。矢野は、神奈川県シラス協議会のシラス漁師が、自分の開発したタレで、シラスの置き付けを商品化していることを考え出した、私と協力してくれた、前田さんに思いを馳せ、お任せくださっていることに、海の男の潔さを感謝している。シラスの置き付けといえば、神奈川県の名産と言われるようにしたい。 と新聞の取材に答えている。神奈川県のシラス業者の直売所で購入することが可能である。神奈川県シラス協議会公認のタレで製造した正規品には、相模灘湘南シラスの置き付け6箇条の短冊チラシが付いている。6箇条の詳細については、外部リンク先を参照。ありがとうございます。